皆さんこんにちは、イズです。こんにちは、こんばんは、こんにちは。はい、今日は純欲メイクをしていきたいと思います。なんかめちゃくちゃ女の子がキラキラになって可愛いメイクなので、ちょっとあの純欲メイク気になってはいたんですけど、しっかりカラコンとかも準備してやっていきたいと思います。大人っぽいんだけど、あのちょっと可愛げもあるみたいな。はい、で今カラコンをつけました。メイメ、こちらのカラコンをつけました。でこちらが、今回ツヤ肌のメイクに使ったベースです。これは、ムーっていうところのカラーチューナー、ちょっとピンク味がある下地ですね。これで透明感を出していきます。でこの下地を塗った後は、こちらのツヤ肌名人、ツヤ肌といえばこれというデイビュースのクッションファンデを塗っていきます。色白で色素薄めな感じで、チークとかリップとかはポワポワってさせて、ラメラメってさせます。はい、でクマもめっちゃここ後ろで寝てる。めっちゃここが寝てる。クマを消します。クマを消すのはディオールの、フォーエバースキンコレクトコンシーラー、はい、こちらを塗っていきます。なんかね、いろんな人のメイク動画見たけど、やっぱりコンシーラー大事。コンシーラーとラメと光の操り具合でめっちゃ変わりますね。今コンシーラーで飛ばして、ちょっとツヤ肌メイクしちゃってるんで、テカってほしくないところとか油を取りたいところだけパウダーをはたきます。パウダーはもうずっと使ってるメイクアップフォーエバーのちょっとマットなパウダーを、こちらのパウダーを仕込んでいきます。ツヤ肌って言っても、こことほうれい線のところはやっぱりここがテカると老けて見えるので、ここはしっかりとテカらないようにパウダーを塗った方がいいかなと思います。では眉毛、眉毛もめちゃくちゃ多分このメイクのポイントで、色素薄めなのでしっかり目に描くっていうよりは、ちょっとふんわりふんわりふんわり薄めに描いてった方が多分近づくと思う。結構これいつもの半分ぐらいの薄さでしか今描いてないです。でもうぼかして、私結構眉毛しっかりある方なんで、思ってる以上にぼかさないと薄くはならない。今マックスぼかしてます。でこの後に眉マスカラでふんわりさせていきます。はい、今眉マスカラをしてちょっと色を明るくしました。これは K パレットの眉マスカラです。ニュアンスアイブロウマスカラ03、ちょっと明るめの色味ですね、これは。でまたこれもちょっとぼかす。もうなんかカラコンしてるだけで結構顔が出来上がってる感がすごいある。ここからちょっとアイシャドウを塗っていきます。アイシャドウはもうラメ強めで、もうめっちゃキラキラって感じにしたいと思います。で今回使うアイシャドウはこの間買ったばかりのスックのこちらのアイシャドウ、シグニチャーカラーアイズ02番を使っていきます。オレンジを二重幅に塗って、全体をこちらのちょっとベージュカラーでぼかします。二重幅にオレンジを、オレンジ味というかちょっとなんかピンクがかったオレンジって感じなので、このメイクには向いてる色味ですね。多分このメイクってしっかり目よりはちょっとなんかふんわりキラッと系。めっちゃ難しいこと言ってるんですよね。めちゃくちゃメイク技術が必要なメイクだなって
いろいろメイク見ながら思ってました。下のアイホールにも同じオレンジの色をのせていきます。うん、今こんな感じです。でこれに全体にキラキラをのせたいから、全体にキラキラをのせてます。はい、キラキラをのせ終わったところで、さらにここの下まぶたにこちらのキラキラをつけます。アイムミミスティックシャドウシマー002番、スティック状のアイシャドウを塗っていきます。これがね、すっごいなんかキラキラがすごいんですよ。顔が優しくなる。だから結構こういうがっつりめのメイクの時もめっちゃ使えるけど、日常のナチュラルメイクとかでもこのアイシャドウすっごい使えます。一気に目の下がツヤっとしますね。でここで先にやっておくべきだったんですが、アイライナー引く前にちょっとチークを足します。チークはこちらの3CE の、ローズベージュ、こちらを塗っていきます。これとディオールのフォーエバークチュールミナイザー、こちらのハイライトを使っていきます。02のピンクグローですね。これ結構一番人気の色って言ってました。あのハイライトとチークを混ぜて使うとめっちゃ可愛いので混ぜて塗ります。顔のね、こっち側外側までチーク入れちゃうとすごい大人っぽくなっちゃうので、内側だけで止めておきます。私はどうしてもメイクするとちょっと大人っぽい顔に寄りすぎちゃうので、ちょっとこれぐらいね、ふんわりさせて終わろうかなって。はい、こんな感じにちょっとふわっと今してます。で多分イメージ湧きやすいので先にリップ塗っちゃいますね。リップはこちらのスックのシアーマットリップスティック1番、こちらを塗っていきます。これチークとリップの色を入れるだけで突然濃くなるんで不思議でしょう。まさに中国インフルエンサー系。今こんな感じです。色味が入ったのでアイライナーをしていきます。アイライナーは、する前に必ず私はビューラーをします。ビューラーは資生堂のビューラーが好きでございます。で割とまつげもねパッチリなんですよ。はい、今まつげを上げまして、あ、ちょっとハイライトだけ、ハイライトはいつもこっち側にやるんですけど、今回は内側だけにやります。で、鼻もちょっと高くしとこうかな。ちょっとハイライトしっかりめに、実はしっかりめに入れなきゃいけないところですね。でここの眉毛の上をにハイライトを入れるとちょっと顔が優しくなるので、顔を優しくしたいときは私はいつもここにハイライト入れます。シェーディングはこのミキちゃんのリバメロのパーフェクトシェーディングアイブロウを使います。カラコンとアイシャドウとリップとチークがかなり肝、全部なんかなくてはこれ以外は別にしなくていいよってことがない、全部ちゃんとマニュアル通りにやればマニュアル通りに行くっていうことが判明した。じゃあ D アップのアイライナーを使います。シルキーリキッドアイライナーブラウンブラック。でもアイライナーは割とナチュラルな感じなので、ちょっと薄めに、うん、アイライナーはこんな感じでペンシルも使わず、すごい一直線薄く引いただけでこれぐらいパッチリします。ちょっと眉毛をふんわりさせたいので、ちょっとだけこちらのアイブロウ、こちらのシェーディングでちょっとだけ丸みをつけていこうかな。はい、今アイライナーが終わったのでマスカラを塗ります。
マスカラはこちらの下まつげに D アップのこちらのブラウンのマスカラ、パーフェクトエクステンションマスカラ4カール、こちらがブラウンですね。こちらとこの間買った新大久保で買ったロム&のマスカラ使っていきます。半オールフィックスマスカラ、シャッてナチュラルにめっちゃ綺麗にボリュームが広がる感じがすっごい綺麗 でマスカラ下地を塗ってからやるともうマスカラが良すぎてキャンキャンに上がるんですけど、だからちょっと今回は下地なしでマスカラのみでやります。この方が多分ちょっとナチュラルだと思います。はい、今上のマスカラが終わったので下のマスカラを塗ります。茶色です。下のマスカラはというわけで今完成しました。すごい濃く見えるけど割とそんなに何もあんまりしてない、不思議です。ちょっとこれで髪の毛を直します。はい、今完成しました。はい、めっちゃなんか後ろを髪の毛はねバレッタでこんな感じで止めてたりとかするとぽく、より中国っぽくはなるかなと思って後ろはちょっとひとまとめにしたんですけど、顔面自体はもう本当に超シンプルだけどカラコンと色味だけでかなり純欲メイク感はジュワッとした感じとかキラッとした感じは出たかなと思います。画面よりね実物の方がめちゃくちゃ濃いのでこの通りにやっていただければ色素薄めのちょっと愛らしい感じのメイクは出来上がるかなと思います。でここに多分もっと足したい人はつけまつげをつけたりとかすればもっと、ね、近づくと思うんですけど、私はちょっともうこれぐらいのナチュラルでちょうどいいかなと思います。というわけで今日はずっと後ろにココちゃんがいるっていう状況でしたけども、今日は純欲メイクをお届けしました。ではでは、またまた、イズでした。またねー。